大高駅は愛知県名古屋市緑区大高町は雑潤谷にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA63。運行形態の詳細は東海道線を参照。名古屋市の東南部に位置し、同市の区の中で最も人口の多い緑区にある駅である。駅のある場所は緑区の南西部にあたる旧地田郡大高町のエリアである。 駅の開業は1886年で、名古屋市内では、厚田駅とともに、最も長い歴史を有する。開業以来国有鉄道の駅であったが、1987年の民営化により、JR 東海の運営に移っている。東京駅から神戸駅へ至る東海道本線の中間駅の一つ。停車する列車は、東海道本線を走る普通列車のみである。 かつては普通列車の他にも、長時間帯の豊橋方面発名古屋、方面行き区間快速や東京発、大垣行きや高快速、ムーンライトながらも停車していたが、前車は2006年10月1日のダイヤ改正、後車は2009年3月14日のダイヤ改正で、臨時列車となったため、当駅停車が消滅している。特定徳市内の制度では、名古屋駅を中心とする、 名古屋市内の駅として位置づけられている。1886年3月、竹豊駅と厚田駅を結ぶ鉄道路線の中間駅として開設された。この路線の建設当時は、東京と大阪を結ぶ幹線鉄道ルートが中線道を経由する計画であったため、この路線は幹線鉄道の資材輸送を名目に建設された。しかし、開業後間もなく、 幹線鉄道の建設ルートは中線道から東海道へと変更され、大高駅も東海道経由の幹線鉄道の駅として組み込まれることになった。後の東海道本線の骨格となる、この幹線鉄道が東京、神戸間で全通したのは1889年7月のことである。開業時の大高駅は単線、ホーム一本のみで駅舎はなく、 乗車券の発売は民間人が受け負っていた。駅の周囲は民家がなく山林、田畑が広がる場所であったと言われる。開業当時は存在しなかった駅舎だが、その後建設された。駅舎は1935年に改築され、1962年には京城駅舎、1978年には高架下の現駅舎となった。京城駅舎への改築は、 駅の東側を通る東海道新幹線の建設工事に伴うもので、名古屋鉄道管理局管内では初めての協定駅舎であった。現役舎への改築は、1967年に着工された南方貨物線の計画によって、大高駅付近が高架化されることになったためである。なお、現役舎の改築前に高架化工事に伴って1974年から、 仮駅舎に移転していた。現在では旅客のみを取り扱う旅客駅であるが、かつては貨物や荷物も取り扱っていた。先に廃止されたのは貨物で経営合理化の一環として1961年に一般貨物の取り扱いが廃止。1967年にはユニチカ大高工場の専用船貨物の取り扱いも廃止され、取り扱いを終了した。 荷物の取り扱いは1984年に終了している。島式ホーム一面二線の高架駅である。ホームの北側には、保線車両用の短い留置線が設置されている。また、駅の東側を東海道新幹線が通っている。一番線西側には、建設が中止され未成線となった南方貨物専用の線路があったが、2008年に、 新駅工事に伴ってレールその他が撤去され、路盤のみが残っている。また大高笠寺間にある天白川を渡る橋梁は元来、東海道本線用として仮設されたものが老朽化したため、この南方貨物専用に仮設した橋梁を東海道本線に転用している。そのためホームから笠寺方向を見ると、本線の線路が貨物専用の橋梁に向かって、 西に大きくカーブしているのが確認できる。高架駅であるため、駅舎は2階にあるホームの下に設置されている。改札口は1階に1箇所あり、ホームとは階段やエレベーターでつながっている。改札口には、遠いか対応自動改札機が導入され、改札口の周囲には、自動券売機や JR 全線切符売り場が設置されている。また、駅舎内の改札脇では、 東海キヨスクのコンビニエンスストア、ベルマート大カが営業している。業務委託駅であり、東海交通事業の職員が業務を担当している。また、管理駅である、オーフ駅の管理下に置かれている。2018年度の乗車人員は、合計155万3317人であり、1日、あたりの乗車人員は4256人であった。この乗車人員は、 名古屋市内にある JR 東海の13駅の中では8番目に多い数値である。隣駅の南大高駅開業の影響で2008年度から2009年度にかけては大幅な減少となった。大高駅の利用状況の水駅周辺は住宅街である。駅の西方天白川、大木川の支流である大高川が流れており、川沿いの地域は 旧大高町の中心部であった。駅の周囲には今川義元軍と織田信長軍が衝突した桶狭間の戦いに関連する城や砦の跡が3カ所ある。一つ目は後に徳川家康となる松平元康が入城したことがある大高城で駅の南西に公園として残っている。二つ目は 駅のすぐ東側の山に築かれた和室取り三つ目は南東にある丸根取りで、この二つの取りは今川勢と織田勢が激戦を繰り広げた場所である。和室取りの後は和室取り公園という公園になっている。また、古くからある寺院や神社も点在しており、鳴海八幡宮、明中院、春江院、長寿寺が周辺にある。その他の 主な周辺施設は以下の通りである。駅の周囲を通る主な道路には、駅前広場が接する愛知県道23号、東浦名古屋線や、駅の東側を通る愛知県道50号、名古屋壁南線、北方を通る愛知県道59号名古屋、中間上線がある。また、南西には名士国道と名古屋高速3号、大高線、 北半島道路が集まる大高インターチェンジ、大高出入り口が開設されている。駅周辺のバス停留所は、駅前のロータリー内にある大高駅と、駅東の愛知県道5号上にある大高駅東の2カ所がある。いずれも名古屋市営バスが使用している。これらのバス停に発着するバスの路線は、以下の通りである。1960年12月時点では、 市営バスの他にも、名鉄バスが、大高駅と名は、藤川京都の間で運行されていた。また、2008年のイオン大高、ショッピングセンター開業に合わせて、駅前と同施設を結ぶ無料車トレバスの運行が開始されたが、翌2009年に、南大高駅開業に伴って廃止された。ありがとうございます。